ちょっと現実的に日本で暮らしながらどうやったら、ね、どのぐらいの時間で英語を学んでいくことができるのかっていうことについてお話したいんですよね。やっぱりね、結構ね、僕本当にね、毎週なんか LINE のメッセージとかメールでいただくんですけど、どうやったらその hearing 英語をもっと早く学べるんですかっていう質問を結構受け取っています。いただいております。でね、今日はそれについて、僕が実際にどうやって英語を学んだのかっていうことについてお話しできればと思います。ね、多分ね、ご存知じゃない方もいっぱいいると思うんですけど、僕は日本生まれで12歳の時まで、ジャパニーズオンリーだったんですよ。で、12歳の時にアメリカに行って、もう本当にアメリカの学校とか入って、俺全然英語話せないじゃんみたいな感じで、本当に数年間で英語をガガガガガって学んで、今度は英語がメインになって、また大人になって日本語に戻っ、日本に戻ってきた時に日本語は話せなかったんですよね。 Anyways, I wanna share some very important tips so you can get better at speaking and listening, hearing your English. So let's startOK. まずね、クリスのゴールデンルールなんですけど、まず発音は気にしてはいけません。OK? これ何回も何回も説明させていただいているんですけど、日本人はサムライアクセントで言っても全然 OK です。まあね、個人的に、I want to learn English and I want to be able to speak English like a native みたいな、そういう夢があるんだったら全然全然それをやってもいいんですけども、それは現実的ではない夢じゃないかなって僕は思います。まあ、夢だったらね、頑張っていきましょう。ね、follow your heart。ね。でも、ただ単に英語で会話、英語でコンバーセーションができるようになりたいんだったら、アクセントはどのぐらい気にするかっていうと、正直言って 10% から 30%、 最初はそのぐらいでいいんじゃないかなと思います。なぜかっていうと、メキシコ人の人はメキシコイングリッシュ、メキシカンアクセントっていうのがあります。中国人の方はチャイニーズアクセントがあります。ノルウェー人の人にはノルウェーアクセント、フランス人はフランスアクセント、日本にはサムライアクセントっていうのがあるんで、それを使えるので、それを使っても OK です。でそれを使っちゃいけないよって言っているアメリカ人はグローバル的なマインドを持っていないんじゃないかなって思うので、そこまで気にしなくても OK です。 Alright! それがグラウンドルールね。 OK! So let's talk about どのぐらいの時間が必要になるのか、英語を学ぶのにね。で、正直言ってね、一番早く英語を学びたいんだったら、ワーキングホリデーとか海外に住むことね、これナンバーワンです。Okay? なので本気で英語を学びたいなっていう人は、ぜひ海外に行っちゃってください。これ一番手っ取り早いです。でもそれはちょっと、は？何そのアドバイスっていう感じなので、ちょっと現実的に日本で暮らしながらどうやったら、ね、どのぐらいの時間で英語を学んでいくことができるのかっていうことについてお話したいんですよね。で、よく、僕が東京工業大学で LOP っていう LOWP っていうプログラムで英語を教えさせていただいた時は、ね、よく、ね、考え方にはね、英語っていうのは listening っていうのがあって、ヒアリングっていうかもしれないよね。で、スピーキングっていうのがあると。で、もう一つはそのライティングとリーディングっていうのもあるんですよね。で、日本人の方はライティングとリーディングがめちゃくちゃうまいです。で、このリーディングとライティング、書くことと読むことっていうのは今日はちょっと置いていきたいんですよ。なぜかっていうと、多分日本の学校教育でもそれはしっかりカバーされていると僕は思いますのでね、今日実際に本当に英会話ができるようになるために何が必要なのかっていうと、この2つのポイントだと思うんですね。それはスピーキングとリスニングだと思うんですね。今日はリスニングにフォーカスしたいんですよ、ね、正直言ってあなたは下手かもしれないんだけど、ある程度の英語の能力、英語の勉強をしてたら、なんとなく会話は大丈夫だと思います、ね、なんとなく会話は大丈夫だと思います。もちろんあなたが弁護士とかお医者さんで、そういうなんか完璧に話さないといけないっていうステータスが必要だったら、ちょっとそれは、ね、It might be a struggle、 まあ、普通の人が外国人のツーリストと会話する、普通の人が外国に行って外国の友達を作っていくってなったら、本当に正直言ってあなたの今の英語の能力で大丈夫なんじゃないかなと思います、スピーキングは。でも listening、 これに問題があると思うんだよね。ね、どういうことかっていうと、
英語で自分のメッセージを外国の方に伝えるのはできるんだけど、外国の方が言っていることがわからないっていうことなんですね。聞き取れないっていうことなんですよね。じゃあどうやったらこの聞き取れるようになるために、ね、何をしないといけないのかっていうと、現実的に考えると練習ですよね。練習ですよね。繰り返しの練習ですよね。で、そうすると脳がそのぐちゃぐちゃぐちゃっていう、最初はぐちゃぐちゃっていう言葉の音が、あ、これぐちゃぐちゃぐちゃじゃなくて、Hey, what time do you want to go to work today? あ、いつ何時に今日仕事に行きたいのかって分かってくるようになってきます。ね。なので、それについてどのぐらいの時間が必要になるのかっていうことについてお話していきましょう。僕は英語を学びたいんだったら、学校のように学ぶのがいいと思います。で、具体的にどういうことかっていうと、1日50分英語を勉強することなんですね。はい、チーン鳴らしましょう。これ結構でっかいですよ。勉強、英語の勉強をするときは1回50分の時間を用意するね。で、やっぱこれ、そのね、世界中の学校に行くと1時間とか50分が普通なんですよ、ね、これは正直言ってその偶然ではないと思うんですね。なので英語の勉強、このリスニングの勉強、具体的に今度何、今から何するかっていうのを説明するんですけれども、時間は50分を目指しましょう。正直言って15分は短すぎます。20分はギリギリあり、ね、だから50分、やっぱりその、ね、仕事をしているとか別の学校に行っている人たちは、その50分の時間が難しいとか、夜疲れすぎて50分無理だよとか、朝50分ないんだって言ったら、正直言って20分から50分の間は OK です。でも大切なポイントは、ね、1週間は50分で試してみること、ね、50分どうしても30分しかできないんだったら OK、 30分でいいよ。でも1週間は同じ30分を繰り返すことです。で、ちょっとね、心理的アドバンス、勉強を楽にするために僕のおすすめは、同じ時間でこの50分をやってください。はい、これもでっかいですね。どういうことかっていうと、例えば朝ね、朝勉強する人は、じゃあ朝6時半から50分勉強しますとかね、夜の人は朝夜の9時から50分とか、わかる？ね、その仕事とかの時間がフレキシブルの人は、そういう自分の時間を選んで、そうすると習慣になってくるので、やるのが楽になります、ね、やりたくないなっていう風になるとき、習慣になってると自然にやれるようになるので、ね、ちょっとね、その習慣にしていくっていうのを目指していきましょう、ね、でこれどのぐらいやるのかっていうと、正直言ってミニマム1年、最低1年です。あー、来たー、来たよ、来たよ、来たよ。でもこの1年苦労して努力したら、英語めっちゃ聞き取れるようになるよ。1年だよ、そこまで悪くないじゃん。ねえ、ねえ、最低1年ね。で、何をするの、何をするの。僕のおすすめはこれです。ね、聞き取るっていうことがメインになってくるので、自分の好きな海外ドラマを選んでください、ね、女性だったら Sex and the City、 男性かもしれないね、 Game of Thrones かもしれないよね、ゾンビの Walking Dead かもしれないよね。正直言って何でも OK です。何でも OK、ね、でインターネットで見るっていうのもあるし、まあ、DVD はどうかな、まあ、DVD も漫画かもしれないんだけど、まあ、できればその携帯で見れるとかパソコンで見れるとか、そういう風になると勉強する場所、やっぱり DVD で動画を見るっていう風になると、テレビの前でしか勉強できないとかになっちゃう可能性もあるんで、まあ、携帯とかね、ネットフリとか Hulu とかいろいろあると思うから、まあ、YouTube でもいいんだけど、そういう感じでその自分の好きなドラマを見る。で、これ YouTube でもいいんですかって言ったら、一応 YouTube でも全然 OK です。で、何をするかっていうと、まず最初にね、本当に10分とか15分、その一つのエピソードを見ます。字幕なしで。で、で何をするかっていうのはね、自分がどのぐらい最初テストね、聞き取れるのかっていうのを試すので、
で多分正直言って全然わからないっていう人もいるし、あこれ結構わかるなっていう人もいるんだけど、それ自分のレベルによってくるんだけど、まず最初の10分とか15分は、ね、聞き取りの練習っていうか、どのぐらいテストだよね、どのぐらい聞き取れるのかっていうことをやります。で次何をやるのかっていうと、今度字幕をつけるの、ね、英語の字幕で、ここから修行が始まるのよ。何すると思う？そう、もう一回その動画を流して、聞き取れなかった言葉があったらポーズして、その言葉をカードに書きます、ね、あれでしょ、勉強用のノートカードみたいなの、バックサイドで、ここに英語の言葉を書きます。で後ろに意味を日本語で書きます、ね、でこれが大切になるからね、そのカードを忘れないよね。でまたポーズ、またプレイをして、ドラマを見て、 YouTube でもドラマでも何か見て、で聞き取れなかったのがあったらこれ分かんないなって言って、また言葉を新しいカードに書いて、後ろ側に辞書を引いて意味を書きます。そういうのをやっていくのね。でこれの繰り返しなんですよ。でこの言葉を分かったら、今度そのシーンに戻ってそれを流すと。でそうすると、ああこれかっていう、この繰り返し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 で、その言葉が聞き取れるようになったら、そのエピソードをできるようになったら次のエピソードに行くのね。でその次のエピソード全部聞き取れるようになったら次のエピソードに行くのね。でまあ正直言って、そのなんていうのかな、同じ動画をずっと見てるのはめんどくさいなっていう人は、まあ、ちょっとねズルして次のエピソード行っちゃってもいいんですけれども、ね、これは楽しむっていうか、本当に勉強っていう感じなんですよね。だから学校で学ぶみたいな感じの、そのスタンス、そのようなマインド、ね、そのような向き合い方で、よし英語学ぶぞって言って、でだからね、そうやって何て言うの、ポップコーン食べてネットフリ見て自分の海外ドラマを見るみたいな時間じゃないわけよ、ね、これはあなたが時間とエネルギーを投資する時間なの ね。エピソードを自分の好きなドラマ YouTube でもいいよ、流して、で紙に書いて、ね、でそれをなんか、ああ聞き取れるようになって、で次の言葉みたいな感じなんですよね。これ何回も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 練習していくので、そうすると何が起こるかっていうと、自分の脳がその聞き取れないことに慣れていくのね。で素晴らしいことが起こるのよ。3週間後に聞き取れるようになってくるの。分かる分かる分かるとか言って分かるようになってくるの。一回脳がこれに慣れてくると、正直言って その練習を続けていったら残るんだよね。これなんかいっぱい論文とかあるから、自分でぜひね調べていただきたいんですけど、どうやってメモリーがねあるかっていうことなんだけど、でもこの練習をやめちゃうと今度忘れちゃうんだよね。本当に僕もこれ日本語で育ったじゃん、ね、12歳まで日本語オンリーになったんだよ。で25歳の時とか24歳の時かな、日本に戻ってきて全然日本語話せなかったのよ。こんにちはとか言えたんだけどね、でまさに僕も本当にアメリカでなんか数ヶ月日本語全然話してないと日本語忘れ始めるよね。そういうことだから、常に英語っていうのは生かしていないとダメだよね。常に常に温めとくっていうことなんですよ。 OK、 まあ本当にね、これなんだよ全然楽じゃねえじゃんってね思う方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、正直言ってね、これなんかそういうもんだと思うんですよ、英語を聞き取れないっていうことね。まあもちろんね、こうやってなんか今フィリピンの方とか、そういう海外のそのなんていうのかな、なんかスカイプで英語を学ぶとか、そういうのも全然ありだと思うんですよね。でも正直言って本気に聞き取れるようになりたいんだったら、こっちの方が早いと思わない？聞いてわかんねえなって言ったらね、それ先生だったらちょっと待って、もう一回言ってって言って、もう一回言って、もう一回言って、もう一回言ってって、ああ聞き取れるようになった、先生ありがとう、それ自分でできるわけじゃん、ね、英語の動画流して分かんねえな、止めてちょっとリマインドして、で今リマインドもすごい楽だよね。15秒リマインドとかできる。この YouTube も15秒リマインドできるよ。スクリーン2回パッパってやるとパッて15秒後ろに戻るじゃん。だから結構楽なのよ。でそれを紙に書くと、その Your vocab、 あなたの英語のその知識も増えていくし、意味も分かっていくっていう、なんか素晴らしい英語の学び方
なんですよね。まあ、正直言ってね、これ50分長いなっていう人は最低20分。最低20分がいいんじゃないかなって思います。で、それ20分でやるって決めたら1週間はやってみてください。ね、で効果が出るのにはやっぱり3週間はかかると僕は思いますので、ね、ちょっと、ね、楽に英語を学ぶっていう感じじゃないんだけど、やっぱりちょっとねしっかり学ばないといけないっていうやり方なんですけども、すいません、ね、これが僕のなんかベストアドバイス、英語を学びたいんだったらっていう感じです。 Listening ね、 Listening。 Alright guys, I love you guys so much and I'll see youNext week。 あ、であとインスタグラムでなんかビハインドシーンズとかもやってるので、ぜひもし興味があったら Please check it out。 であと英語 あのマインドフルネストレーニングとかに興味ありましたら、ちょっとねプレイリストとかあのアクセントとかそういうのもいろいろありますので、もし興味があったら読んでいただければ、見ていただければ幸いです。 Thank you guys so much and この I will see you、 ごめんね、あの役に立ったらサムズアップ教えていただければ嬉しいです。それで僕もどのぐらい最後まで見ている人がいるのかなっていうのも分かるし、すごい嬉しいです。Alright guys, thank you so much and I'll talk to you soon and don't forget to subscribe! ありがとう、ジェニー。